飾らない等身大の姿で人気を集める幼馴染の2人組 YouTuber ムクエナがサードシングルエキストラをリリース。ムクエナは、性格からファッションメイクの系統まで、何かと正反対な幼馴染、ムクとエナピの2人組 YouTuber。女子なら思わず、わかる、と共感してしまう、身近な話題で盛り上がる、食べながら雑談動画、や、あるある動画、が人気で、まるで友達のように感じられる親近感が Z 世代から大きな反響を呼んでいる。2023年1月にはチャンネル登録者数百万人を突破。単独イベントの開催、初の書き下ろしエッセイを出版するなどその活動の幅を広げている。そんな二人は2022年4月に初の楽曲、友達にはきっと、戻らない、で音楽活動を開始、同年8月にはセカンドシングル、おやすみロマンス、をリリース。サードシングルとなる今作では、ムクエナ史上初のラップにも挑戦。作詞、作曲を手掛けたのは中村あゆむと菊池ひろと。エナの未体験を元にした歌詞では、この恋では主人公になれなかったという自身の感情を表現。切ない失恋の瞬間を切り取った、Z 世代の共感を呼ぶ楽曲に仕上げた。また、YouTube にて2月24日プレミア公開される実写版ミュージックビデオでは、これまでにないムクエナの表情にも要注目。なお、LINE ミュージックでは、エキストラのリリースを記念し、豪華特典が当たるプレゼントキャンペーンが開催される。ムクエナコメント、ブク。今回、ムクエナ3曲目の楽曲をリリースさせていただくことになりました。恋をしてる人はもちろん、してない人でもいつかの恋を思い出して聴いてしまう曲だと思います。今回初めてラップにも挑戦したので、そこにも注目してもらえると嬉しいです。ぜひたくさん聴いてください。エナ、今回リリースさせてもらった楽曲は、私が主に歌詞などを携わらせてもらいました。この曲は失恋ソングなのですが、励ましたり背中を押したりするわけではなく、ただ気持ちに寄り添うような曲になっています。また一つ新しいムクエナも見せられたと思います。ぜひたくさん聴いてください。中村あゆむコメント。ムクエナのお二人からいただいた歌詞原案に書かれていた、好きな人のヒロインになれず、エキストラのまま恋を終えてしまった女の子像をそのままメロディーにしました。お二人の歌声、歌詞、メガボルト、すべて楽しんでいただけたら嬉しいです。菊池ひろとコメント、ムクエナ第3弾楽曲ということで、今回は過去作にはなかったお二人の魅力を引き出せるよう心がけました。実は今回のエキストラのような楽曲は僕自身あまり作る機会がなかったのですが、そんな僕にとっても、ムクエナのお二人にとっても新たな挑戦であった中、素敵な作品ができてとても嬉しく思います。エキストラ、ぜひお楽しみください。